どうも TQQ です。オーバーウォッチの動画です。今回はマッププサンでトレーサーを使っていきます。ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。さて今回動画の冒頭にオープニングでイントロみたいな流したと思うんですけれども、 Twitter の方でいただいたものになってます。本当に自分が普段使ってるキャラを使ってくれて、オープニングでね、めちゃくちゃ感謝してます。ありがとうございます。まあ Twitter の方でそういう要望とか、あとどういう風な動画作ってほしいとか、そういう依頼とか、そういうのは Twitter の方でも受け付けてますので、ぜひこの機会に TQQQQQ アットマークかな、ぜひフォローの方もよろしくお願いいたします。アクリーやります。モイラ狙ってるんですが、ハモンのパイルドライバー寝かされておりますということでね、速攻試合の実況を始めていくんですけれども、相手に拠点の方を取られちゃいました。こっちの DPS、ウィドウとトレーサー、相手がマクリーウィドウで、シグマも、タンクでいるんかな。で、裏入ってちょろちょろやってたら、シグマに阻害が入ってて、A 阻害、豚がやってくれましたね。ほんで、自分の仕事はウィドウメーカーと、あとヒーラーを見ることなんで、穴見えたな、ウィドウメーカーも見えて、OK、ウィドウメーカーやれたと、モイラやれたと、これでいけそうやな。マクリーにパルスボム外したんですが、全然見てくれへんな、こっち。相手のマクリー。まあやれました。オッケーオッケー。拠点は取り返して、これ次のウェーブですね。また阻害がええ感じに入ってて、豚溶けへんか、それ。いけそうやってんけど、ウィドウメーカーやってくれて、豚もやってくれると、ほんで味方ゴリゴリ前押して、殲滅しましたね。いやー、すごい阻害が攻撃の基軸になってますね。ほんでこれ次のウェーブですね。また左からこう来てますね。ロードオックフック使ったよ。これで行くんですが、デッドアイ使ってるんで、これちょっと避けつつ、コアレッセンスで被弾してるんで、車線隠します。こんなところに穴いるんで、やれない。やれない。ちょっと下りましたね。味方のシグマのウルトで結局穴やって、ほんでモイラーフェード使ってるんで、これぴったんこして、ヒーラーに今やってるんで大丈夫そう。で、左側におったトレーサーもやってくれましたね。あとはロードホックで終わりと。あと、1ウェーブ守ったら勝ちっていう状況ですね。まあ、ええ感じに、阻害とか、まあいろいろチーム力として勝ってるんかなと。んで、ここでも味方のビデオがマクリ抜いてくれると。左から来てんねんね。トレーサークソローやけどな、これやられへんか。ちょっときつそうやね。一旦戻りつつ、まあ拠点 98% なんで、相手ワンチャン入ってこられへんのかなって感じ。オッケー、そのまま、拠点取っちゃいましたね。シグマに最後パンチ決めて。ええ感じで第1マップ締めることができました。次のマップもペロッと取って、まあ勝ちたいところではあります。まあ最近トレーサーとかあんまり動画にできてなかったと思うんで、まあちょうどいい機会なんかなと。で、今回リプレイ機能を使ってるんで、まあ左側の上に自分らのチームと、右上に相手のチームが出てるっていう状況です。で、第2マップやね。第2マップは左から入って、相手のまたヒーラーとか DPS あたりのキルか。ヘイトを取っていきたいなと。速攻味方のシグマ落ちちゃいましたね。ちょっと厳しいか。ちょっと厳しいですね。誰も前にいてないんで、引きます、これは。引きつつ、キル狙いに行くって感じで、行ってるんですが、まあ、好きないよね。そら好きないよね。あ、ほんで、ウィドウメーカーとロードオックも落ちちゃうと。まあ、これは完全に引いた方がいいということで、後ろの方に下がります。あ、しゃあないね。で、次のウェーブ。味方1枚ずつ取り合ってる状況で、ここなんか前にマクリー出てるんで、マクリーだけやって、モイラやれそうなんで、一旦詰めたら、ここでナノブーストパンチで仕留めていくと。OK、2枚取ったんでワンチャンあるかなと思ったんですが、シグマがね、このもう縦の攻防半端ない。まあ、味方のシグマがやってくれて、そのまま拠点取れちゃいました。で、次、拠点防衛、マクリーウルト、シグマウルト来てて、マクリーのウルトがっつり刺さりましたね。まあまあ、穴がローやってんけど、眠らされてトレーサーにやられると、で、拠点取られていくと。相手拠点 98% オーバータイムで、味方のハモンドがギリギリ入ってくれましたね。マクリーがまだ前に来てるんで、結構ローやけど、ハモンドがゴロゴロで引いていきました。で、ロードウック狙いつつ、相手のヒーラー狙おうかなと思ってたら、トレーサーに絡まれると、ギリギリやられず、アップな。またハモンドのゴロゴロで取っていきましたね、キル。ほんで、味方のマクリーがデッドアイしてるんかな。で、ロードウックやってくれて、最後、シグマで、
拠点取り返せましたね。なんかここ取り返せると思わへんかったな、ギリギリ。ほんで、ペコッとね、パルスボム穴に貼っつけて、相手のリスを遅らすと。まあ、これで1枚取ってるんで、最後のウェーブに、まあ、繋がるんかなと思ってるところでございます。ほんで、相手が穴をしてるんですけど、まあ、相手のマクリーがモイラ抜いていきましたね。ほんで、俺は早いぞ言うてるんですが、ここ、まあ、リコールの前にパンチ出すと、パンチのモーションなくなるんで、これ SP パンチって言うてるんですけど、SP パンチがね、結構かっこいいんすよね、とか言いながら、死んじゃいましたね。で、これ拠点そのまま取られちゃって、なんか戦況がよくわからないんですけど、相手の DPS のキルスピードが速かったんかな。まあ、第2マップは取られて、1対1と。なんで、次のマップ、この第3マップを取ったチームが、勝者となるわけですね。まあ、すごい当たり前のことを言うてますけど。はい、行きましょう。同じくトレーサー。で、味方はウィドウで、相手はトレーサーマクリーやね。なんでこう、相手のヒーラーからまだ狙っていくわけですね。モイラやれそう。味方速攻に前落ちましたね。なんか落ちんのが早い気がすんねんけどな。まあ、ええか。モイラやって、マクリーめっちゃローやな。マクリーやって、これで2枚目。ほんで、トレーサーとちょっと対マンしつつ、拠点中誰もいないんで、ちょっと帰りつつ、当たってほしいねんけどな。ラインハルトが生きてるんで、ラインハルトに来てほしいところではあるけど、何してんねん。早く来いよ、早く。早く来てほしいところではあるんですけど、拠点そのまま取られちゃいましたね。クソもったいない、これ。まあまあ、でも、いや、どうなの？このウェーブに勝てれば、まあいいんですけど、拠点そのまま確保できそうですね。ラインハルトなんで、やっぱ押すしかないと思うんでね。がっつりやっていってほしい。マクリーをラインハルト引いてくれて、OK、取り返しました。この相手の 10% 結構もったいないんやけど、まあ、こっからしっかり守りきりたい。トレーサー来てんな、後ろから。トレーサーにやられそうになるけど、味方の介護もあって、これやれますね。OK。拠点 20%。で、こっからはまあ、しっかり防衛していこうかなという感じでございます。自分は正面から来る敵と、ここの右から、ああ、来ましたね。マクリーめっちゃロー。めっちゃロー。ヒール入ったね、惜しい。ほんで、インフラ出てるんで、まだちょっとマクリーを狙ってますと。相手のマクリーのプレッシャーがそんなに強くないんで、強気にいける気がしますね。これ、ロードホック相手、最初に押してるんで、まあ、押していきたいところ。相手のモイラもコアレッセンス入って、シグマ危ねえ。ちょっとリコール使って、パルスボム2回目外していく。これなぁ、つけれたら多分2、3枚いっとったと思うねんけど、やらかしましたね。その間にまたモイラやられてしまって、ほんでどうなるんや。相手のシグマのウルトで叩きつけられて、ザリアとラインハルトがやられちゃうと、もうこれはもう無理やね。いやー、パルスボム一つでちょっと戦犯的なことしてしまいましたね。まあしょうがない。ここは死んで相手に拠点が取られますと。次のウェーブ、まあ、取り返しゃええいうことで、上からザリアを打ちつつ、後ろの方にトレーサーめっちゃローやけど、リコール使いましたね。ほんで相手の陣地のとこ帰っていくと。あとは何狙ったんやろな。後ろの方に穴とか、あ、トレーサーまたいましたね。バリアつけられてるんで、自分も一回リコール使って、自分も陣地の方に帰っていくと。なんかシグマめっちゃローやったな。ほんで今トレーサーとすれ違い通信したような気がすんねんけど、構わず穴の方に行きます。穴やったんですが、味方、壊滅してます。はい、気を取り直して次のウェーブ、パルスボムあるんでね、次こそは、まあ、ヒーラーとかにくっつけようかな。ウィドウいたんで、スタックしたんですが、ザリアめっちゃいいバリアやな、今、神バリアやな。でも、ウィドウメイクはめっちゃローやけど、また介護入って、裏は結構荒らせてるんで、味方に前線だけお願いしたいところではあります。で、インフラしてくれて、相手のウィドウどこかなって、ここで覗いてると思ったら、ウィドウメーカーが頭で抜いてくれると。ほんで、あとはヒーラーやね、モイラやって、あとはアナやってっていう感じです。ほんで、前線も合流してきて、ええ感じで拠点確保取り返せましたね。んで、ラストウェーブ、これを守れば終わりっていうところ、危ないスリープダーツで、行かれそうになりましたが、トレーサーがウィドウメーカーの元に行ってるんで、これヘルプに行きますと。で、まあ、ウィドウメーカーやられちゃったんですが、トレーサーやってるんで、オッケー。ここパルスボム、ザリア邪魔。まあ、でもザリアだけやりたいけど、シグマをチャージでやってくれて、ラインハルトここで輝いていく。ほんで、ヒーラーのモイラを溶かせそうやねんけど、フェード使ったら、オッケー、フェード使ったんで、どこ行ったかなと思って、これをやると。ほんで、ザリアとマクリいるんで、最後にマクリをやって、GG やろな。
オッケー、トレーサー最後来てるんですが、なんかライハルトエモートしてて、そのまま勝利という感じになりました。最後めちゃくちゃ展開早くて解説追いつかなかったんですが、まあこんな感じですごい GG な試合でございました。ということで今回の動画はここまでです。この動画良かったと思いましたら、ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それじゃあ次の動画でお会いしましょう。じゃあね。